はい、どうもシャーボクンゲームでございます。今回はセビリアプレイ2019動画の方やっていきましょう。ということで今回試合でね、使用する選手はこちらバティストゥータレジェンド。本当にね、最近来たレジェンドのボックスガチャで新登場したレジェンド選手。今のところね、総合値89、センターフォワードレベル36ですね。43まで上がります。でセンターフォワードで使うのがメインですね。そんでもって能力が最高です。はい、まずオフェンスセンス93、攻撃陣のねボールに対する反応めちゃくちゃ早い。で動き出しとかもね、なんか個人的にはかなりバティストゥータね、いいんじゃないかなと思います。決定力高くですね。でやっぱこれキック力98、キック力98からのこの決定力ってもう鬼でしょこれ。でスピードの方もね、結構速く、フィジカルもあるので、まあボールもね収めつつ、ミドルシュートも結構狙っていくみたいな形ですね。はい、そしてスキルがこんな感じ。まあ、やっぱシュートゲーのスキル豊富ですよね。まあ、ライジングとかを持ってるんで、無回転とかね、ミドルもガンガン本当狙います。ワンパン持ってるし、落としの部分も非常にうまくできると、ボックスストライカー。さあ、ということで今回ですね、こちらのバティストゥータ使ってですね、試合の方、まあ、ちょっとね、得点の方ね、奪っていきたいと思います。バティストゥータファイアゴー。さあ、ということで今回ですね、レジェンドバーティストゥーダー、新登場レジェンドバーティストゥーダー使っていきましょう。叫ぶぜぜ普通、パボン絶好、おー、いいですね。パボン絶好調に、ゴロビン絶好調。これはじゃあラビを変えていくか。で、あとが、でもいいかな。ネイマルも好調なんでね。よし。さあ、これでいこう。お相手が433クロップ監督ですね。レジェンドロマーリオとクライフがいましたね。3トップの2人としてね、よろしくお願いします。さあ、今回使用する選手はレジェンドのバティストゥータ。やはりオフェンスセンス、決定力、キック力の方があると、まあ、キック力特にね98現時点で、でミドルシュート系のスキルも豊富なので、スペースがあればシュート、あとはまあフィジカル系とかも活かしながらね、スピードも結構速いんでね、そう頑張っていきましょう。オッケー、クイックボディフィントでネイマルかわす。いや、ここむずいけど、これいや、オッサイか、これオッサイないの、これオッサイだオッサイだよね、微妙。まあもうちょっと早めに出せればワンチャンいったかなというのはあったけど、オッサイですね。うわ、高いジャンプ力取れる。さあ、ゴロビン粘れ、ファールないか。体でね背負ったような気もしたけど、いやー、いい動き、バティストゥータ最高、その動き最高。もうこれ狙っちゃおう、これがバティストゥータ。いやー、いい動き、バティストゥータ最高、その動き最高。もうこれ狙っちゃおう、これがバティストゥータ。ライシェン、まあ、あのね、ある程度ペナルティ入ったぐらいのバティストゥータライジングはもうキーパーお手上げでしょ、これは。さあ、デブラインにワンツーかな。よし、で、ここです。で、ここでパボンで、これでバティストゥータ上げておきたい。何やるね。いや、違う、うわー、カルバールのとこ行った。ヒール中央、バティストゥータファーザーチ、よーし、こ中央、バティストゥータファーザーチ、よーし、これ決めてくれんの、これ決めてくれんのはもうバティストゥータ最高です。いやー、今ねファーストタッチで相手1枚かわしてね、まあ多分ディフェンスね、中読みのあれもあったと思うんでね。いや、でかいでかい、クライフ、うわ、クライフ早い。ただカルバハル、カルバハルがね強い。ネイマール、エッジターン、エッジターンも駆使して、あー違う、落としてよかったな。早い、早めの攻撃まずいな。こっちかな。おい、ラモス、いやー、スルーパスじゃなくていいパターンか。
ちょっとね、縦急ぎすぎてる感があるので、いや回転きつい、うまい、やばい、危ねえ、クライフ怖え、本当にあった怖いドリブルっすね今の。いやー、あれは怖いっす。さあバディスーター、いやー勝つんだなこれ、やばいやばい、パスミスちょっと多い、この時間帯パスミスが増えている。落ち着け、一回一回落ち着こう、一回落ち着こう、ナイスため、よし、パーボン、パーボン粘れ、粘れないか、いやーここ早いね、このワンツーの対応むずいけど、ジョルジャルバ縦、そう、あー回転か、それ予測して中取り、よし、いやーナビゲーターいいサポート、よし、とりあえずね前半 2-0 と。ただね、こう前半の後半ね、前半の後半ちょっと攻撃攻めあぐねてたので、もう一回落ち着いていこう、バティストゥータハットトリック目指したいですね。いやこの方の攻撃の特徴がね、結構ワンテンポでつないできてるんで、そうそう、そこしっかり対応していかないと危ない。 OK、シュートコースというかもう、相手の前はね、必ずいる状態を作りたい。最終的な局面。ドフリーでシュートってのは一番まずいんでね。お、これカウンターあるか。バティストゥーター、バティストゥーター行こう、バティストゥーター結構早いんでね。早いんでね。狙うぜ、いや、入んないか。狙うぜ、いや、入んないか。うわー、マジか、惜しい。オーシリスの天空流状態でしたけど、いやー、今のは惜しいですね。なんか、なんで、体勢が悪いのか、これ。やばい、シュートくる。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。いやー、あそこむずいよね。裏ケアもしたいんだけど、しすぎると、シュート、今みたいに打たれてね。で、逆に、行きすぎると、なんていうのかな、パス出されるんでね。まあ、特に売りアプリね、カーソルのところがかなり難しいんでね。まあ、でも最終的にはもう絶対相手の前にしっかりと。おい、これ、ファールない。よし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 。いい位置じゃない結構。これワンチャンバティストゥータ狙ってみますか。バティストゥータ狙ってみよう、これ。バティストゥータチャレンジ。バティストゥータね、結構プレースキックのね、数値もある程度あったんでね。さあ、これバティストゥータで狙ってみますよ。どうこれ。バティストゥータ、相手当たっちゃった。相手当たっちゃいましたね。ちょ、後半いいところ見せてないな、あんま。バティストゥータ。バディスターだー後ろ、バディスターだ、バディスターだー後ろからのボールダイレクト、動き出し完璧でしたね今。見てた。バディスターの動き出し見えました今の。よしよし、最高。で、その後その後。回転読め。よし。あとね、得点した後大体自分失点すること多いんでね。さあ、これあるよ。バーティストゥータ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 。後ろからやってくるぜ。後ろからバーティストゥータ。後ろからのバーティストゥータのね、脅威さ。いやー、いいね。さあ、得点した後。うわー、クライフ強い。ただ、もう一回中来るはず。ここ!ここ!よし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 。そう、あそこ大体やっぱり外で持ち出してね、ドリブル明けだと中来て右足シュートっていうパターンが多いと思うんで、もうし
バティストゥータに足元にこうなんていうのかな、パスで、うわファール、オッケー。今のクロスというよりはね、なんていうのかな、足元当ててそこで収めるパターンで行きたかったけど、おっと、あーということでここでギブアップかな。ちょっと最後フリーキック、あれもう一回バティストゥータね、蹴って決めたいっていうのありましたけどね、もう一回ギブアップということでね。まあ、ただバティストゥータ得点の方かなり決めてくれましたね。また会いましょう、さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプレイプロー。